ハースフォーミュラ LLC は2016年から会一に参戦しているアメリカ合衆国のレーシングコンストラクター。創設者はジーン・ハース。チーム名はハース会一チーム。創設者、ジーン・ハースナスカーの有力チームであるスチュワート・ハース・レーシングの創設者であり、オーナーを務めるジーン・ハースが工作機械会社、ハース・オートメーションの世界的な知名度を得るために、 立ち上げた、海一チーム。アメリカ系、チーム自体が珍しい上に、当面スポンサーはいない方がいいと発言したり、シャシーはダラーラが委託製造するなど、現代の F1 では異色の存在である。チーム本拠地は、スチュワートハースレーシングの隣に置かれるが、ヨーロッパでの拠点として以前マルシャ海一チームが、使用していた旧ファクトリーを買収して使用する。なお、 かつて1980年代に、会一に参戦していたチームハース、および同チームのオーナーだったカールハースとは別物で、関連性はない。チーム代表、キュンター・シュタイナー元々は、2010年シーズンにデビューするはずであった、USF-1 チームの参戦計画が流れ、その一連の中で、USF-1 チームの首脳が、プロジェクト継続に関し、 キュンター・シュタイナーに接触してきたのが始まり。シュタイナーは USF-1 に代わる米国産チームの設立を目指した。ジャンパオロ・ダラーラやステファノ・ドメニカリラレース関係者の協力も受けて投資者を模索し、ハース・オートメーションを経営する実業家ジーン・ハースからの投資にこぎつけた。2014年1月、ジーン・ハースをオーナーとするイ一チームの設立を目指していると発表。 当初は2015年からの参戦を目指して準備を進めていた。2014年4月に国際自動車連盟からハースの参戦が承認されたが、より確実な準備を行ってから参戦するため参戦を2016年に延期した。2014年9月に2016年からの参戦を正式発表。また、フェラーリと技術提携を行うことが発表され、 フェラーリ製パワーユニットトランスミッションが供給されることとなった。2015年9月にロータスよりエースドライバーとしてロマングロージャンが移籍することが発表。またセカンドドライバーにはフェラーリのリサーブドライバーを務めていたエステバン・グティエレスを迎えた。ハースカイ1最初のレースとなった開幕戦オーストラリア GP では予選こそ2人とも9-1で敗退したものの 決勝では波乱絡みのレースをかいくぐったグロージャンが6位に入賞。チーム初参戦ながらポイントを獲得する快挙を達成。事前も5位に入り、連続入賞するも次の中国 GP にて、タイヤ最低内圧の前年からの変更に対し、グロージャンが不満を訴え、入賞を逃した。もともと翌年のマシンの開発を序盤戦から着手し、 今期の戦いを重視していなかったこともあり、徐々に順位を下げていくこととなった。それでも、グロージャンが前述の2戦も含めた計5回の入賞を記録。一方でグティエレスは苦戦し最終的にノーポイントでシーズンを終了。ただ、ブレーキのトラブルなど信頼性に泣かされ、満足にレースができなかった面もあるが、この状況をめぐり、チームと対立し、 チームの公式発表前に自ら同年をもってチーム離脱を発表。その後にグロージャンの残留トルノウよりケビン・マグヌスセンが移籍することが発表された。最終的にグロージャンがチームの全得点を獲得しコンストラクターズランキング8位と検討した。ドライバーは予定通りグロージャンとマグヌスセンのコンビとなる。エンジニアの小松玲優はレギュレーションの変化による マシン開発が追いついていないため、2017年に関しては苦戦を覚悟していると語っていたが、いざシーズンが始まってみれば、グロージャンが開幕戦オーストラリア GP で予選6位を獲得。そして中国 GP でマグヌス戦が、バーレン GP でグロージャンがそれぞれ8位入賞を達成しており、集団グループでの争いには十分入れる力を示している。 モナコ GP でチーム初のダブル入賞を果たした。アゼルバイジャン GP では荒れたレースを生き残り、マグヌス戦がのない入賞。第9戦オーストリア GP ではグロージャンが6位入賞で2017年のベストリザルトを獲得するとともに、前年のポイントに並んだ。終盤にはトロロッソとルノとのポイント差を詰めていき、ランキング6位まで見えていたが、 結局逆転には至らず前年と同じ8位でシーズンを終えた。しかし、ポイント自体は2人で順調に入賞を重ねたこともあり、前年を大きく上回る47ポイントを獲得し、成績は向上している。なお、今シーズンは両ドライバーともに荒いドライビングが見られ、グロージャンは単独クラッシュを繰り返しており、マグヌス戦も危険なドライビングや、 それを肯定する発言で周囲の貧縮を買うなどといったシーンが見られていた。そして接触や進度妨害などによるペナルティ受けることが多かったため、2018年シーズンの開幕時点での有効、ペナルティポイントが両ドライバーともに6ポイントと全ドライバー中最も多く、危険なドライバーコンビという体制が浮き彫りになった。これらについて結果的に生還する方針としたことが、 2018年シーズンに少なからず響くこととなった。ドライバーはグロージャン、マグヌス戦ともに残留。新車 VF-18 がバルセロナテストから好調で今シーズンのダークホースとして大いに注目された。その中で開幕戦オーストラリア GP ではいきなり両者予選93進出、クラッシュしたメルセデスのバルテリボッタスを除く。 トップ3チームに次ぐ6.7番手を獲得する。決勝では、レッドブルを抑え4.5番手を走行していたが、1回目のピットストップ時に、両者共に、左リアのホイールがうまく装着されず、そのままコース上でマシンを止めて、ダブルリタイアするという不運に見舞われた。これ以降、シーズンのほぼ2分の1に当たる、第10戦までマグヌス戦と、 グロージャンの明暗が分かれていくこととなる。マグヌスセンは、第2戦バーレーン GP の5位入賞をきっかけに、たびたび入賞するようになり、第8戦フランス GP の6位入賞をもって、前年の成績を上回った。一方、グロージャンは、マシントラブルが頻発した上、運転ミスが目立つようになり、第4戦アゼルバイジャン GP において、 セーフティカー導入中のスイッチ類の誤操作による単独クラッシュを筆頭に入賞のチャンスを不意にするケースを何度か起こしてしまい、第8戦までノーポイントだったが、第9戦で4位入賞でポイント獲得。ファーストドライバーとしての意地を見せた。ただ、前年に続き接触や進路妨害などがたびたび起きており、第4戦ではグロージャンが前日の一件、マグヌス戦は ピエールがーと接触。第5戦スペイン GP では、グロージャンが1周目に、マグヌス戦が挙動を乱したのに反応して、単独スピンしたのが原因で2台を巻き込んで、クラッシュするという大事故を起こし、マグヌス戦もフリー走行中に、ザウバーのシャルルルクレールの進路妨害に相当する行為があったと判断され警告。第17戦日本 GP では、マグヌス戦トルクレールの接触事故が起こり、 ルクレールが激怒したように、二人がシーズンを通じて、何らかのトラブルに関わっていることが多いため、危険なイメージは払拭されていない。チームとしては、イタリア GP とアメリカ GP で、マシン系のレギュレーション違反があったと認定されて、失格処分となり、そこで記録した入賞は抹消された。最終的にランキングは五位と前年より大きく、ジャンプアップしたが、ドライバーチームのミス。 速さを求めるあまりの危険なドライビングによるペナルティも多く、マシンの性能を考えると期待以下の結果となってしまった。また、両者批判にさらされているが、マグヌスセンは謝罪などの釈明や悪道のイメージのせいで正しく評価されていない面もあり、彼については擁護する余地があった。その一方で、グロージャンは同情すべき点もあるが、 反省の色が見えにくいコメントや、それを活かせないレース内容で評価を下げてしまった。その上、チームも、そのミスを擁護するような発言の数々などで、周囲からも睨まれる状況となり、ミッドフィールドチームのような状況では、ポイントは保証されていないが、ゆえの言動であったとしても、最も過激なチームとして睨まれる結果となった。タイトルスポンサー、リッチエナジーと契約し、今季から、 リッチエナジーハース会一チームの名でエントリー。しかし、シーズン前半、リッチエナジー社の著作権訴訟問題がチームにも波及し、シーズン途中の9月にパートナーシップを解消した。ただしスポンサーをイメージしたカラーリングに関しては、シーズン中はこのまま継続としている。ドライバーは、昨年に引き続き、グロージャンとマグヌスセンが務めた。今シーズンは、 予選では早いものの、決勝では昨年と同様なドライバーによるミスも多発し、前半戦から制裁を欠いた。マシンパフォーマンスやチーム自体の低調も大きく、発足以来の最低成績で終えている。今季から技術ディレクターに昇格した小松玲夫はタイヤへの負荷に異常があり、空力開発の段階で失敗していた。予選だけ早いのはそのためで、ロングランになると、 タイヤが著しく消耗して持たない。原因を特定するまで時間がかかってしまい、修正できたのは、第19戦アメリカ GP からだったと説明している。キュンター・シュタイナー代表はシーズンを振り返り、タイヤの温度管理が厄介だった。ロングランではタイヤが非常に冷えやすく、作動温度を保持するのが難しいマシンだった。セーフティカーが出た場合などは、すぐに冷えて、 タイヤが死んでしまっていたと回想している。ドライバーは、グロージャンとマグヌス戦のコンビを継続。シーズンを通して獲得できたポイントは、第3戦ハンガリー GP のマグヌス戦の10位入賞と、第11戦アイフェル GP のグロージャンの9位入賞による、計3ポイントのみと、第1参入以来の最低記録を更新する形で、シーズンを終えた。 前年度のマシンの課題であったタイヤとの相性の悪さは克服した。その一方でパワーユニット提供元のフェラーリの歴史的不振やチームはシャシー関連のアップデートの投入を行わなかったことも影響した。当初はチームに入る収入が確定するまで見送るという予定であった。だが最終戦後のチームへのインタビューによればマシン開発は行われ、 アップデートの候補もいくつかあったのだが、すべてお蔵入りになったとコメントしている。第15戦バーレーン GP のオープニングラップにて、グロージャンが前のマシンにこうし、走行ラインを変更したのだが、その時に真後ろにいたアルファタウリのドライバーである、ダニール首跡と振動上に入る動きとなってしまい、両者接触。首跡は問題なかったが、その弾みで、 グロージャンの方はコントロールを失い、コース脇のガードレールを突き破って炎上する事故が発生。幸いにも、頭部保護装置ハロのおかげもあり、グロージャンは大きな怪我は免れ、手にやけどを負い、レース後に入院した。手の怪我のために、グロージャンは残りのレースを欠場。ハースはリザーブドライバーのピエトロフィッティバルディを代わりに起用した。ドライバーは ミックシューマッハとに聞いたマゼピンのルーキーコンビ。マゼピンの父親が共同オーナーを務めるロシアの肥料メーカー、ウラルカリがタイトルスポンサーにつき、マシンのカラーリングやロゴが全面的に変更された。2021年についてはシーズン中のマシン開発を一切行わず、翌シーズン用のマシン開発に全力を注ぐ、方針としている。ありがとうございます。